はい、ハロー、ゆちごろです。皆さんはヒマラヤっていう音声アプリ知ってますでしょうか？ヒマラヤっていう音声アプリ、まあ、言い方変えるとラジオアプリっていうんですかね。はい、YouTube がまあ映像と音声を使った、まあ、アプリケーション媒体だったとすれば、このヒマラヤっていうのが、音声だけで、楽しんでもらうっていうような、サービスのアプリだそうで、本当に映像がなく、映像がない YouTube バージョンみたいな感じですね。音声だけっていう感じで、ラジオ形式っていう風に言ったらいいんですかね。そんな感じみたいなんですけど、私のメンターとさせてもらってる森島博次さんって方が、まあ、ちょっと見切り発車でもいいからちょっとやってみようかみたいな感じで、おっしゃっててやってるんですよね。やってて、なるほど、なんか楽しそうだなって思いましてね、僕自身も基本的に、この音声に関しては自分自身があんまりね話が上手くないので、そのトレーニングという意味合いでもね、すごくためになるんですよね。自分自身でインプットアウトプットフィードバックがね、完結できるということなので、すごい、利点のある作業、利点のある内容だなというふうに思って、毎回ああでもないこうでもないということでやったりしています。はい、そこで早速ヒマラヤっていうアプリをね、昨日ノリでやってみたんですけど、このアプリは10分録音できます。ツイッターと同じで、文字数が制限があるってことですね。はい、ただしかしこの制限があるっていうのがねすごくいいなって思いましたね。10分っていうのもね短いような気もしますけど、10分間話するっていうのもねなかなか難しいと思うんですよね。はい、で一回やってみて思ったのが、編集ができないんですよね。編集ができない、これがね結構鬼やなっていうかね、なかなか手強い、難しいなって思いまして、YouTube の場合は自分のこの話とかもね、つまずいたところは切って編集して、なんとかね少しでもスムーズになれればいいかなというふうな感じで、やってるんですけど、それができないと10分間一本勝負でこう戦わないといけないっていうふうな感じみたいでしてね、難しいなって思ったんですよね。まあ、ただ逆に言うといいトレーニングになるかなというふうに思ったので、思えたので、やっていきたいなというふうには思っております。はい、自分の音声をね昨日そのアプリ上で聞いてみたんですけど、最初の方はまあまあサクサクいってたんですけど、後半戦ちょっと厳しいなみたいな感じでね、これをリリースしていいのかどう否かっていう風に自分自身で思ったんですよね。まだまだちょっとトークスキル、滑舌よく流暢に、ボキャブラリーも、ちょっとでもね増やしてスムーズにね話ができたらいいなというふうに改めて思いましたね。はい、どういう内容を、発信するかっていうのはよくわかんないんですけど、今の時点では YouTube 上で幸せ研究所っていうふうにやってるので、僕のすべての行動イコール自分自身を幸せにする、行動言動だとすれば、幸せ研究所のラジオバージョン、音声だけバージョンみたいなね感じでいいかなというふうに思いますね。はい、幸せ研究所、YouTube でしたら映像を使って音声を使って、より情報が多いアプローチで発信させてもらって、ヒマラヤの音声だけの場合はもっとシンプルにラフな感じで、まあ、自分自身が今こんな感じですよっていう風なことを、伝えることができたらいいなっていう風にはね思ってますね。このヒマラヤっていうアプリ、すごくシンプルな構造なんでいいかなって思います。はい、興味ある方やってみたらいいのかなっていう風に思いますね。このセルフトーク、自分だけでこういう話す機会っていうのはスピーチの時、プレゼンとかのね、時じゃないとないと思うんですよね。僕も、この発信して1年ぐらい経ちましたけど、最初は抵抗あるんですよね。一人でこういう風に話してて、話が繋がらないとかね、次何言っていいかわからないとかあるんですけど、やっていくと見えるものがすごくたくさんあって、一石一鳥、二鳥、三鳥、四鳥、五鳥、六鳥、七鳥ぐらいにもね及ぶぐらいの利点があると思います。はい、トーク力は、完全に上がると思いますね。自分の癖などが分かるので、はい、恥ずかしいぐらいにね、自分の音声聞いてる時にね、全然ダメじゃんっていう風に落ち込むこともあるんですけど、自分の癖とか案外、とかあーとかとかだからとかね分かってくるので、客観的に自分を見れるのでね、自分の強み、弱みなども、見れるのですごくいいと思います。そして、人はその人がどういうことを思ってどういうふうに人生生きてるんだろうっていうのが、結構興味あると思うんですよね。こんなことしてるんだ、そんなことしてるんだ、へーとかね、あると思いますし、まあ今の時代が時代であるんだと思うんですけど、あんまりその著名人、芸能人とかに
あんまり目がいかなくなってきてるじゃないですか。それより例えば、YouTube 上のインフルエンサーの方などがね、もてはやされてるっていうか、まあそうですね、もてはやされてると言っても過言じゃないぐらいの、時代になってると思います。芸能人の方が YouTube に移行してるのは、普通にテレビ出演より YouTube 上でのギャランティーの方が、広告料をもらう方がでかいっていうのもあるみたいですね。テレビを見ない人、持ってない人もね、どんどん増えていってますから、そこら辺はまあ完全に明確に時代の移り、変わりっていうのもね感じてますし、個人がどんだけ個人として、自分を発信していく、そしてその個人が、個人として認められていく時代っていうのが、2021年令和3年、まあいろいろ風の時代とかね、なんかうんたらかんたら言われてますけど、本当にそうなんだろうなというふうに、身をもって感じてるところはありますね。そこら辺のポイントは、周りからの目とか集団的にこういう風に流れるように活動しようとか、謎の常識、謎のルールみたいなのに縛られてた過去じゃなく、そんなことよりも俺はこうしたい、私はああしたいからこうしてるだけっていうね、そういうシンプルに自分を生きるっていうのがテーマポイントだと思ってます。そしてそれをやるとね、自分で自分が生きてるっていうことをもっと痛烈に感じていくようになり、日々がどんどん楽しくなるかなという風に思いましたし、でまはい、ということでちょっとヒマラヤやりましたっていう話をねして、ベラベラ話させてもらいました。はい、よかったらちょっと気になったら一回やってみるっていうのはね、めちゃくちゃ推しですね。新しい発見確実にあると思います。はい、そしたら現場から以上です。ありがとうございます。